バイパス新道行きます。そしたら169を通らなくてもいいんです。温度計4度です。明日はもっと寒い気がした。朝は出てきました。そんなもんか距離は。パラパラ咲いてます。カラシナが好きでな。カラシナで暑かはうまかったな。仕事の帰りしょっちゅう天王寺の阿部地下、阿部地下言うねんから阿部だよ、こういったな。半田屋、半田屋のカウンター、昔屋のカウンターの半田屋さんは椅子なかったけどな、斜めに入って、あそこの大将シーズンだったらカニ汁を作ってくれてサービスしてくれるんですわ。あの味噌汁は最高でなかったな。カニ サービスやね。昔はな、そんなこともやってくれよったんや。高松
鈴鹿の辺とか、ほんまやあちこち効率もなんか取ったら凝ったらいっぱいあるから、ややこしいややこしい。みんな無料かな。これをずっと行くと、あの亀石のところの横に出ます。昨日も言うたな、これはどなたかの御陵やねんけども、わからんねん。でっかい縦看板をつけてくれたら、みんなここにこんなんあんのか言うて、予備知識として入るから手を合わせに行くんやけどもな。そこに亀石があります。ここですわ。こっからもう一歩、ここから天橋の丘のふもとを通って過ぎてから、イカズチという交差点を右に曲がる、東に入ります。こっちを通ってるような気がするな。綺麗なトイレがありますよ。ここにも綺麗なトイレありますよ。トイレだらけです。こっちはみんなトイレです。ここら辺は甘菓子の丘の上の方に鎌足りの家があったのかな。なんか藤原の勢力、最後は鎌あたりのあれは次男坊か三男坊か知らんけど、日浦あれなんや、あれや、真っ白なところ、不義やな。ここもいつもアスカ夢のうちか、そう人が多いな。あと1ヶ月したらすごい人やるな、この辺は。
西市飛鳥資料館です。ここが飛鳥資料館、ガラガラやな。Z か、懐かしい古名な。山田寺跡です。ここもいいですよ。形の残ってるのもいいんだけども、なんやら跡とか、なんやらの遺構とか、ああいうのは好きで、自分で想像でイメージを作るのが好き。京都のいろんなさじぶっかり、ぶっかりちゃうわ、さじぶっかりよりもさじぶっかく、さじぶっかくな。寺跡とかそんなんが好きやな。10人寄ったら10人の想像が違うから。断らんなあかん。